この動画はチープカシオを使う上での注意喚起も含んでいます。皆さんこんにちは、ピースケです。今回紹介するのはこちら、チープカシオの F91W1JF っていう商品ですね。メーカー希望小売価格が2900円プラス税なんですけれども、 Amazon とかヨドバシ .com で購入すると1000円未満で購入することができます。今回はヨドバシ .com で購入しました。外観はこんな形で、非常にレトロチックな盤面になってます。とりあえず迷ったらこのチープカシオを買えっていうような代表的なデジタル時計ですね。で、電池寿命は約7年ということで超寿命で、時計アラーム、時報、それから100分の1ストップウォッチっていうのがついてます。じゃあ早速開封していきましょう。保証書がついてます。で、こんな感じですね。新品なので非常に綺麗です。一番最初の5秒間に見せた時計なんですけども、今までこちらの時計使っていたんですけど溶けてしまったので、その溶けてしまった経緯とか説明していきたいと思います。こちらは新品なので接写しても非常に綺麗ですね。で、ゴムバンドで、こちらが Amazon の説明では樹脂ってなってますね。プラスチックみたいな感じなんですけど樹脂ってなってるんですよね。まあ、その辺の素材っていうのは割と表記が難しいので、とりあえずこの動画については樹脂っていう形で話を進めていきます。で、ボタンは1、2、3と3つございまして、左上がライトになってます。薄暗闇で見ると多少文字が見えるくらいの感じです。で、今午前中なんで分かりづらいんですけど、24時間表記と12時間表記がここでワンタッチで切り替えることができます。あとはストップウォッチとかそういったのもついてますね。で、つけた感じはこんな感じです。パッと見古臭いですけど、かえってそれがおしゃれみたいな、レトロチックでおしゃれですよね。かえってその古臭さがおしゃれになってます。右が半年前に購入したチープカシオの F91、 左が今回購入したものですね。すごい劣化してませんか。古い方だけをじっくり見ていきたいんですけど、こんな感じなんですよね。テカテカになっちゃってるんですよね。この辺とかわかりますか。テカテカで、触るとボコボコしてるような感じなんですよね。爪で擦るともう表面がボコボコしてしまってるような感じですね。この辺とかもうデロデロに溶けてしまってますよね。それでなぜこんな風になってしまったのかというと、たまたま今年の夏ですね、山に行きまして、そちらで虫除けスプレーを使ったんですよね。虫除けスプレーに入っているエタノールというのがこちらの樹脂と非常に相性が悪いようなんですよね。一般的な虫除けスプレーにはエタノールっていうのが含まれてるんですよね。エタノールと樹脂が非常に相性が悪くて、別にかけたわけじゃないんですけど、体に吹きかける過程でふわっとかかったぐらいなんですけど、それだけでこんな感じになってしまいましたね。何回か山に行ったので、その都度虫除けスプレーをかけていたので、そのせいもあるかと思うんですけど、こんな形でデロデロになってしまうので、まあ、この時計に限らず、カメラとかでもそうなんですけども、虫除けスプレーを使う際には、プラスチック製品やそれから樹脂製品がないところを確認してつけるといいかと思います。またすぐ製品を触る予定がある方は、手で拭き取るなどしてから触った方がいいですね。はい、それでは今回の動画はチープカシオの F91 のレビュー動画と、あとは注意喚起の動画でした。それではご視聴ありがとうございました。